プロ野球ドラフト会議で広島東洋カープに2位で指名された天理大学の森浦大輔投手が今日球団の指名挨拶を受け、改めてプロへの決意を述べました。森浦投手は指名の挨拶を受けた後、広島東洋カープの鞘師智也スカウトとともに記者会見に臨み、実感が出てきたと今の心境を話しました。一方、鞘師スカウトは中継ぎ先発問わず準備しておいてほしいと笹岡監督からのメッセージを伝え、監督のサインの入ったドラフト会議の入場用パスを手渡しました。プロの世界でしっかり活躍したいなという思いが出てきました。早く一軍にで活躍する姿を見てもらいたいなと思います。森浦投手は天理高校出身、最速148キロのキレのあるストレートに加え、スライダー、チェンジアップが武器で、鞘師スカウトは即戦力としても次世代の中心選手としても期待したいと述べました。天理大学としては、森浦投手が長くバッテリーを組んできた1年先輩の石原選手に続く広島からのドラフト指名、鞘師スカウトは担当した2人が将来活躍してくれたら嬉しいと期待しました。1年間戦える体を作ってもらって、まあ、よく言えばボールのスピードまだ上げれると思うんで、そこが上がれば必ずプロでやっていけると思います。